どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。今日はハロウィンコラボで、ハロウィンイベントで一番強化もらったんじゃないかって言えるぐらい強いスオを使っていこうと思います。このキャラやっぱね、コメント欄でも注目してる人多くて、まあ、実際もうどう考えても強いんで、どう考えても強いキャラを使っていきます。はい。まず火力が5色攻撃4つ持ちですね。これによって、デフォルトの覚醒の時点で 4.5 の4乗で、倍率が410倍出せます。通常ダンジョンならこれで火力十分ですし、超覚醒5色攻撃あるんで、超重力ダンジョンなら1845倍。まあなんなら武器まで含むと8303倍率出せます。なので火力は相当高いキャラだと認識してもらっていいかなと思います。っていう感じで倍率めっちゃ高めで、まあ、今回はね、通常ダンジョンで使うので、4.5 の4乗で、410倍の火力で使っていきます。まあ、それでもね、裏感は余裕な十分な火力持ってます。はい。で、まあ、スキルが3ターンで、チーム内のスキルブーストの覚醒数に応じて攻撃力と回帰力が上昇を持ってくれていて、これが3ターンで3ターンループで無限ループするんですよ。まあ、いい例として、指延長エンハンスのミナーバがあると思うんですけど、まあ、ミナーバっていうなら、指盛る必要があって、ちょっともったいなかったりする編成とかもあるんですよ、実際ね。必要ないのに指を盛る必要があって、っていう編成も結構多かったりしたんですけど、このスオーはスキブでいいんですよ。で、スキブがもったいないっていう状況はほとんどなくて、で、しかもかつスキブってめっちゃ積みやすいんですね。だから、エンハンズ倍率も出しやすいっていう、もうどう考えても優秀なキャラです。はい。で、さらにね、今回リーダーで使うんですけど、ドラゴンタイプにバランスタイプを付与です。で、これあくまでドラゴンタイプにバランスタイプを付与するだけなんで、ドラゴンタイプっていう縛りはありません。これはあくまでドラゴンタイプを積むとバインド耐性がついてくるよってだけです。だから多色のサブの縛りとかもなくて、その上で無条件リーダーにもかかわらず5色同時でダメージを激減、攻撃力が25倍、固定500万ダメージを持ってくれてます。はい。もうこんなんどう考えても強い。なんならドラゴンタイプはおまけでバインド付与がついてくるから、このリーダーのスオとかはね、まさにバインド耐性がつけれて、しかも火力も高いし激減もあって固定500万もある、しかも自身の覚醒強い、スキルも強いとかいう、ちょっと完璧すぎるキャラで、覚醒尖ってはいるんですけど、間違いなく現環境トップクラスのキャラになってると思います。今日はそんなぶっ壊れてるスオをね、ウラタ事件で使っていこうと思います。編成こんな感じです。まずはスオ、スキブプラス、リダチェン耐性、そして、シンドマット武器、継承ですね。ちょ、プラス後で振ります。はい。フランキーです。10強遅延2つにお邪魔目覚め耐性、そしてルフィ武器継承ですね。はい。で、第3色攻撃上限解放に悪魔キラー、そして、マリウス武器継承してあげてます。そして、真っ白、遅延4に悪魔キラーで、こちら、イザナギ武器継承です。からの、オールマイト、10強上限解放で、トグロ武器継承。ラストはフレンド、フェノンです。三色攻撃上限解放に、イネアシャ武器継承って感じになっております。はい、PDC こんな感じになります。今日はスオーフェノンで実際に遊んでいこうと思います。まあ、この二人の相性ももちろんめちゃめちゃいいですし、何よりスオーが多分とんでもなく強いので、今日はね、この超絶強化された色違いスオーを使って裏田次元で遊んでいこうと思います。ということで実際に使っていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。行きましょう。まずは1階層です。ちなみにスオーはスキブ1個につきエンハンス倍率が 1.1 倍上がっていきますので、今回の変質だと 2.6 倍のエンハンスを持ってます。はい。とりあえず一旦真っ白って殴っていきましょう。ここトグロでね、残念ながら上書きされちゃうのでしゃあない。一旦こんな感じで殴りましょう。12コンボ組んであげて、まずこれで削りで、ここから1コンボ組んでいきます。はい。はい。で、ひたすら1コンボ組んで怒らせましょう、こいつを。はい。で、怒らせたらあとはオールマイト使って倒していきます。真っ白からのオールマイトからの突破です。いきましょう。で、5色条件なんで、パズルはちょっとめんどくさいですけど、まあ言うて、ね、アルジェキティも5色やし、ね、あとなんだろう。結局、マルコとか使ってる場合もね、実質5色消しだったんでね、キー以外の5色消しだったんで、まあそんな条件めんどくさいってことはないかなと思います。はい。で、2階層ですね。2階層ここでね、最強覚醒無効回復キャラのフランキーを打ちます。はい。スキブ6あるんでね、こいつめっちゃ優秀なんですよね。フランキー打ってあげて、からの、マーシロー。からのスオーも打ってあげてエンハンス打ちます。はい。スキブが16個なので 2.6 倍になります。はい。変身前だったら確か 2.8 倍とかあった気が、あ、そうだったっけ、なかったっけ、 2.8 倍あったはず。変身前だったら、変身後なので 2.6 倍です。まあでもこれで12コンボ組んで殴っていきます。はい。
PDC で紹介した編成はね、バッチが HP になってたと思うんですけど、まあどちらでもいいです。正直 HP は HP で強いんですけど、まあ、全体は序盤が楽なんで、僕は全体攻撃バッチ派です。アルバニスとかの階層がちょっと不安定になってしまうので、まあ安定志向の方は基本的に HP バッチ一択でいいかなと思います。で、楽したい人は全体バッチでいいかなと思います。はい、めちゃくちゃ場面悪い場合にね、アルバニスとかねの場所があれなんですよね、ワンパンできなくなっちゃったりしてね、その場合 HP バッチなら2発まで耐えれるんですけど、全体バッチはね2パン必須になってしまうので、ちょっと安定感減るかなって感じです。はい、で3階層です。ここはマリウス武器を打ってあげてからのオールマイトを打って倒していきます。はい、これで若干エンハンス消していきます。で、殴っていきましょう。で、スオー自体は本当にね、エンハンス的にも強いキャラなので、まあ、そもそもが優勝なんですけど、この火力エンハンスもまあシンプル強いですよね。こんな感じで倍率させてくれるので。で、まあ、激減攻撃25倍固定500万持ちなんだけど、これもフェノンの相方としてはかなり優秀な部類に入るかな。まあ、とりあえず多色キャラ、え、これ真っ白打ってない？打った？打ってなくね、これ。怖っ。盤面色あったからよかったけど、真っ白はループするようにしましょう。今スオを打って真っ白を打った気分になったわ。とりあえず持っておきたい性能ではあるかな。やっぱりこのキャラは本当に貴重性の高いキャラだと思うし、おもろい性能してるよね実際。4階層です。ここはオールマイト打って殴っていきましょう。はい、で火以外まずは落としていきます。はい、でもこれで半分まで削っていきましょう。で、真ん中はどうしようかな。このまま3パン狙いたいんだけど、どんぐらい削れるんだろうか。さすがに半分まで削り切るのは無理だよね。そうだよね。どう空打ちしとこう。4パンでもいいけどな、別に。4パンするか。それでもいいね。まあ、ひたすらこんな感じで削っていきます。はい。4パンが一番無難やな、この場合。いや、でも一応あれだな、ここでオールマイト打っとこうかね。万が一倒せなかったら嫌だし、まあ打つ必要ないんだけど、あとスオーのスキルターン的にもね、ここでオールマイト打っておいた方がスキル調整が後々楽なんで、スキル調整の意味も込めてここでスオーって突破していきます。はい、ここでねオールマイト打っておくと、次初手スオーが打てて、これでスキルターン調整が楽になるので、はい、これで倒していきます。で、続きまして5階層ですね。5階層1ターンだけ耐久してあげてからオールマイトって倒していきましょう。はい、ここで真っ白打ちます。で、まずは1ターンスキルダメ、パズルミスはないようにしていきましょう。もしかしたら俺の声の聞こえ方とかにさ、ちょっとだけ違和感あるかもなんだけど、全部まだ風が治りきってなくて、それが原因なんですけど、あ、待って、やばい、すぐ打ち忘れちゃった。あ、ねえ、スキル管理した意味ないんですけど、ゆうころさん、ゆうころさん、どつくぞゆうころさん、マジで。うえー、次の階層スオーエンハンスなしでワンパンできない。いや、できる、できないじゃない、やるんだ。ここをスオーエンハンスなしでワンパンしろ。できないじゃない、やれ。そうするとスキルターン調整がいい感じになるから、本当は5階層初手でねスオー打ってください。ほら、いくぞ、ワンパンしかないんや俺には。いきます。
こんな時に限って盤面悪いのできねえな、なんか盤面悪すぎん。いやいや、光落ち込は来るって信じてるよ俺は。おい12、13、ナイス。2セット落ち込来たよ。どうですか。ナイス、倒していきます。そうするとスキル調整がめっちゃ楽なんだよね。7階層ここでスオー、マシロ、オールマイト、イネアシャ、マシロの順に使って突破していきます。どんなレシートやねこれ。めちゃくちゃ丁寧に書いてくれてる。ということでもう言われた通りにしましょう。スオー、マシロ、オールマイト、イネアシャ、マシロ、はい、この順番に発動して倒していきます。すごい丁寧なレシートですね。全てを管理してくれてる。これもね、もちろんね、猫丸さんの編成なんでね、彼の編成はトップクラスなんですけど、にしても丁寧だよね。もう全てにおいて何も考えなくていいからね。はい、これで倒していきます。ボットが使ってもこの編成勝てるからね、本当にパズルさえ組めればね。立ち回りをプログラミングしてね、パズルもボットにやらせればもうそれだけ勝てるんですから、とんでもない。8階層はオールマイト使ってワンパンしていきます。はい、でこのまましっかりと突破していきましょう。 OK、 しっかりとスオーエンハンスの火力も含みながら11コンボです。12、13、さあこれで突破していきます。 OK、 さあ続きまして9階層です。誰、バル、バルはスオーとマリウス武器使ってワンパンしていきます。さっきのスキル調整はね、9階層のラファエルがね出た時にね、巣を使ってワンパンできるための調整になってます。はい、マリウスまで発動してあげて消せない回復、はい、からの突破です。編成が完璧すぎるんでね、この編成使ってて負けるってことはもうほぼないかなと思います。なおさらね、浦田次元ね、現状だいぶ難易度ちょっとずつ落ちてきてる現状、まあやっぱ未だに最難関になることは間違いないんですけど、さすがにちょっとずつ落ちてきてる現状でね、そう考えるとだいぶこのスオーとかの実装もあってね、相当楽にはなってきてるよね。でここはもうね、ほんとね、ワンパンです。絶対なんか編成によっては指現象、ホルスの指現象が残ってここでパズル教室がむずくなるみたいな編成もあったんですけど、この編成は、ね、大継承のマリウス武器のおかげで、まあ、そこら辺も完璧に対策がされてますので、はい、そういう心配も一切ありません。はい、ここもしっかりとパズル教室頑張りましょう。つってもね、パズル教室難しいことに変わりはないんでね、頑張ろう。ここミスったら今日動画やめます。今日寝る。いきます。えい、これはもう簡単やね。はい、でこのまま突破してもらいます。突破してもらいます、倒れてもらいます。さあ続きまして11階層、ここはね、台残り2ターンまで貯めて、スオーのエンハンス戻ったらオールマイト使って倒していきますが、今回はですね、もう台が溜まってますので何も考えず突破して OK です。はい。まあね、当然ですよね。アスタルトが出てるんで。なので、このまま突破していきます。よいしょ。さあ、これで全力コンボ組んで突破していきましょう。13、14、15、16、17、ナイス、突破。てか、普通にさ、真っ白とかさ、フランキーとかさ、ね、上限解放つけれないの悲しいよね。もちろん、浦田次元ってお邪魔目覚め体制とか必須だからさ、ね、フランキーは必須だし、ね、あと真っ白に関しても当然遅延つけないとね、ループしないからね、当然必須なんだけど、にしても残念だよね。もう実際の彼かはこいつらもっともっと出てるからね。ほんと優秀なキャラだしなんで、なんならこの上限解放を全員につけれないのがすごい悲しい。ほんと全部ね、カンスト近い火力を出し続けてるキャラなので、そう、まあ、これも全部スオーエンハンスのおかげなんだよね。やっぱりスオーエンハンスがどれぐらい強いかは伝わりやすいと思う。アシスト向こうになるとちょっとあれですけどね、アシストがちょっとあれですけど、さあアシスト向こう状態なんで、そんな話されても困ります、お客さん。さあ続きまして13階層です。台使って半分まで削っていきましょう。はい、なんならね、ダイのね、回復力エンハンスの方がちょっと低いんでね、悲しいんですよね。そう、スオーは 2.6 倍あるんですけど、ダイは 1.5 倍なんで。
なんならちょっと台打つ方がね、あの回避力が低めっていう。はい、で台使ってしっかり耐久 50% で大丈夫よ。ダメージ無効も大丈夫よ。若干エンハンスは嫌い。ここはオールマイト打っちゃいます。もうこれは別にね、どっちみちスーパーになってもいいし、ワンパンだったらなおさら OK なんで、これはもう大の若干エンハン、間違えた、オールマイトの若干エンハンスさっさと解除してあげて突破していきましょう。全然オールマイトの若干エンハンスうざくないね。どっちみちオールマイト即打ちできるんで、ワンパンはできないけど別に2パンで大丈夫。焦らず2パンしていきましょう。全然2パンで OK です。はい、あ、俺スを打ち合わせれてるね、ごめんなさい。次スを打ちます。もしかしてさっきスを打ち合わせれてたかな。なんか確かちょうどエンハンス切れてた気がするんだけど、多分スを打ち合わせれですね。失礼しました。なんならワンパンもちょっと狙えるのかもしれない、スをエンハンスがあればね。だいぶ火力低くなるもんね、スをエンハンスがないと。失礼しました。で14階層です。ここはね、半分じあって、ねえ、巣を打ち合わせ、打ち合わせするとね、ちょっと回避力が低くなるということで、注意していただければなと思います。はい。で、ここもぶん殴っていきましょう。この編成使って負けることってほぼないです。あの、負ける場合は、普通にプレイヤーが下手な場合だけですね。あの、基本的に編成が原因で負けることないので、負けるときは、あの、プレイヤーが下手な場合だけなんで、負けた人はもう基本的にセンスがない。このゲームのセンスがないと思っていただければいいのかなと思います。はい。センスがないやつだけ負けます。本当にセンスがないやつだけ。え、ちょっと盤面見ましょう。で、これで8コムなかったら、絵の打ちたいんですけど、ないですね。ガチかよ。じゃ、ちょっとこれすいません。絵の打とうかな。ね。え、でも待って。それはそれで困るな。あの、先フェノ打ちの方が良かったんですよね、本当は。まあまあ、でも1コムぐらい落ち込んくるでしょうってことで。盤面でいきやーす。ただこれがあるからね、できれば HP バッチの方がよくって、HP バッチの場合は、ここでしっかりともう一ターン耐久ができるんですよ。だから安定感が高い。これ火つなげない方がいいね。一応3面待ちにしておこう。待ち悪いけど。受けの3面待ち。ナイス!さあ、これでオールマイトで倒していきましょう。そう、だから一応 HP バッチにしておくと、ここの安定感が増えるからおすすめです。はい。あ、まあまあまあ、確かに盤面8コンボって結構ね、フェノンがあれば安心だけど、フェノンがなかったら危ないところであるからね。で、火はね、まずフランキー打って、最低コンボ、まず一発殴ります。ほんと最低コンボで OK です。6色最低コンボで殴りましょう。はい、こんな感じ。まず最低コンボの10、9コンボですね。あ、あ、え、俺が悪いん?でも大丈夫。はい。で、からの突破していきましょう。発狂さえ入らなければ何でもいいんで。今の光落ち込み2セット結構怖いけどね。めっちゃドキッとした、本当は。で、あとは、このまま、突破していきましょう。11コンボです。また巣を打ち合わせれてるんよね。いや、ほんと巣を打ち合わせれするやつはね、あ、違う、リダフレチェーン食らってました。今回は俺悪くないわ。はい、で16階層です。組めれば十字です。まあ別に組めなくてもいいです。はい、これで倒していきます。本当にこの編成数を打ち合わせれるとただただ弱い編成なんで注意してください。さあ、続きましてボスです。で、光に関しては大オールマイト、フランキー、フェノンの個別エンハンスを各自使えますので、若干エンハンス対策はかなり優秀で、その代わり十字耐性はないので、そこは気合でいきましょう。トリマ真っ白、いや全部じゃない、え、リーダーの層以外全部あれでしょ、エンハンスあるんでしょ。そう考えるとめっちゃ強くね、この編成ね。リーダー層以外は完璧100点なんで、これこう、リーダー層以外完璧なんで、これで 10コンボ組めます。ナイス。でもひたすら超暗闇を回避しながら殴っていくだけ。僕やめて、やめてー。光、火、闇、いきます。ほら。これで8コンボ、11コンボ。待って、巣を打ち忘れてる。もう俺、巣を打ち忘れること恐怖症なんだけど、大丈夫だよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、そろそろフェノンか。そろそろフェノンやな。うん。もうそろそろフェノン打って真っ白。うん、
ひ、き、ひ、ひかり、き、むずすぎ。いきます。よいしょ。これでまた盤面11コンボ組んであげて、今度はフェノンのエンハンスも含んでるから火力は高め。ナイス火力、いいね。さあそろそろ倒したい。 OK、 ここもスオからのフランキー打ってあげて、もうこれ突破できそうですね。マシロールマイト打ちましょう。左は倒せるか分かんないけど、左は絶対倒せるからこれでいきます。うわぁ、これで落ち込んなしだからな。どうだろう、分かんないけど10個も組みます。さあ頼む、突破していきましょう。さあということで今回はですね、リーダースオーを使って浦田事件で遊んでみる動画でした。もうプレミしなければ絶対負けない編成でね、かつスオーのエンハンス自体もめちゃくちゃ強いので、しかもリーダー運用でも強いとかいうね、とんでもない強化もらってます。まあ少なくとも浦田事件でこんだけ活躍できるぐらいにはスオー強化もらってるので、万が一ね今スオーが手持ちにあるなんて方はですね、もしよかったらこのね新しく超絶強化されたスオーをね救ってあげてください。てか救われてますかなり。まあ交換してまでと言われればちょっと難しいところであるんだけど、僕はサブ要員としてでもこの層はかなり強いと思ってるんで、まあぜひよかったらですね使ってみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。